今回は2つ同時にレビューです。はい、どうもゆいです。さあ今回は、冒頭の通りです、2つ同時にレビューやっていきます。こっちがアトムの、アポカリプス RDTA で、こっちがベゴトのエリートモッドですね。こちら今回両方ともヘブンギフツから提供いただきました。ありがとうございます。このアポカリプスはね、もともとアトムが出してた、なんだっけ、リボルバーリローデッドっていうモッドの付いてた RDTA を単体にしたみたいな感じです。知ってる人は知ってると思う。ただ、エアフローシステムはちょっと違うかな。というわけで早速手元で映していくんで、そちらご覧ください。どうぞ。それじゃあ V ゴッドエリートシリーズとアポカリプス両方やっていきます。まずアポカリプスから。はい、開けるとこんなんです。もうね、予備パーツ、ここネジ4つ、オーリング1、2、3、4、5、6、7、プリメイドのコイル、パッと見ヒューズドっぽいけど、これが2つ入ってます。クラプトンです。で、インシュレーターのこうね、絶縁のパーツが1つで、510のドリッチが1個。そしてこいつがアポカリプスタンク本体と説明書です。で、説明書見るとね、トップキャップ外します、ウィック詰めます、まあコイルが入れた状態でっていう前提なんですけど、で、トップから入れてくれと。この真ん中のね、ドリプトシステムっていうの、まあこれが採用されてるんで、ここから入れます。直径が 24mm で、510スレッドで無調整で、で、こっちは一体型ですね、ドリッチは。タンク容量が 4mm で、ここを引き抜くとデッキが出てきます。ネジ自体はマイナス、うん、もうこれはね、アトムのリボルバーリローテッドのキットと全く一緒です。まあ、こういう風なコンタクトになってますね。で、ガラスが、予備がスモークのね、タイプが1個ついてるんで、で、今回来たモデルに関しては最初からこのブルーがついてました。で、デッキ見てわかる通り、もうそんなにね、太いワイヤーが入りません。まあ、カンタル単線なら22ゲージとか20ゲージまでギリいけるかなぐらいです。で、エアフローなんですけど、これ一番狭いやつかな。で、一番ワイドオープンで、ちょっとでかい、なんか3段階かなっていう風に大きさが分かれてるっぽいんで、まあこの辺は好みで調節してください。はい、 V ゴッドエリートの中身です。結構重たいな、このモッド。なんか重量感的にはラウンドハウスよりちょい重たいかなっていうぐらい。シェイプはね、ドストレートじゃないんですよ。アトマイザーは対応は直径が24までですね。25は不格好でしょ。で、スイッチストロークはこれぐらい。結構、まあ、しっかりしてます。で、付属品は、V ゴッドのピンバッジと、で、スペアになるんかな、バネが入ってます。で、V ゴッドのステッカー。エリートメーカーの説明書です。説明書を見るとプロテクションって書いてありますけど、これは、プラスチックラインドバッテリーハウジング。これボトムをね、外すと、さっきね、説明が書いてあった通り、ここにバッテリーの保護のなんかラインが入ってるので傷がつきません。で、ハイブリッドコンタクトなんで、必ずね、アトマイザーをつけてからバッテリー入れてください。んでも仕上がりはまあ普通に綺麗かな。まあ、ここでね、組み合わせるバッテリーの長さやったりとかね、変わってくるんで。素材自体はカッパーですね。で、ここファイバーが入ってますね。んで、今回は、さっき組んだアポカリプスのタンクをくっつけます。なかなかかっこいいやん。はい、それじゃあ、組み終わりました。 V ゴッドの、エリートモッドとアトムのね、アポカリプス RDTA なんですけど、コイルがね、説明書いてあったんですけど、 NI80 のクラプトンです。で、抵抗値は1個あたり 0.4 で、デュアルコイルで 0.2 って書いてあったけど、
オームメーターで読んだ限りは 0.3 に近かったです、なぜか。はい、じゃあ吸ってみましょう。はい、やってきました。エリートモッドと、アポカリプス RDTA ですね。まあ、性能は普通にいいよ。で、この RDTA 自体は、味も、どっちかっていうと甘みが結構出ます。エアホールからの距離をちょっと近めに組んであるっていうのと、このね、トップキャップもね、結構優秀で、あんまりバチバチ熱く感じへんっていうのもあるし、口がね、結構狭いんですよね。なんで、結構味は出てくれる方。今回はチルイーリキッドのね、前にデビューしたグリーンのやつを使ってるんですけど、甘みがやっぱ結構強い。ただこれちょっとね、難点があって、アポカリプスはトップギャップのこのエアフロー部分がなぜかバラせなかったです。ここバラせるといいんやけどね、リボルバーリローテッドでも確かこんな感じやったと思うけど、バラせません。で、燃費はすごく悪いです。まあ、抵抗値が抵抗値なんで。ただまあ、でも味もいいし、ミストも出るし、で、付属のコイルの立ち上がりも早いんで、おすすめはおすすめ。うん。ただエリートモッド自体は、なんか見た目の割に結構重量があるんで、これは好き好み分かれるかな。普段ラウンドハウス V2 とかね、サブゼロ X 使ってますけど、そっちより重いっていうのはないけど、まあそれにちょっと近いぐらい重量があるから、これがどう好みが分かれるか。全然多分ラウンドハウスの方が重いけど、ステンやし、あっちはね。ただ性能としては、ごくごく普通の、うん、メカニカル。立ち上がりも普通に速いし、で、スイッチストロークも、そんなめちゃくちゃ長い感じはせえへんから。まあ、使い勝手のいい普通のメーカー元って感じじゃないですかね。あとちょっと今思ったんですけど、これ使ってて思ったけど、ここ、ボトムスイッチ最初めっちゃグリス塗られてるんですよ。めっちゃ手が臭くなる。グリス臭い。車好きな人ならわかるけど、ミッションオイルとかデフオイルあれでしょ。あの匂いがする。すっげえ臭い。多分修道部分に塗られてるんやと思うんですけど、これはちょっとバラしてカッパーグリスに入れ替えたいですね。それだけかな。仕上がりもすごい綺麗やし、まあアポカリプスも 4ml ね、容量が入っていれば全然トリック練習にも耐えられるやろうし、あとは V ゴットに使う場合はね、まあソニーの VTC4 か、あと 5A のバッテリーとかね、だいたい2100から、まあまあ、2000から2500ぐらいの容量で、まあ30アンペアから25アンペアぐらいのこのドレーンが引っ張り出せるやつを使ってもらった方がいいかなと思います。個人的にはあんまり大容量のやつってね、連続放電耐えられる数値が大きいやつってない感じがなんかあるんで、まあ僕はなるべくメカ使うときは VTC4 を使ってます。ちょっとここから話また脱線するんですけど、よく聞かれるんですけど、メカニカルモッドに何の電池使ったらいいですかってよく聞かれますけど、これ実際抵抗値やったりとか、あとはその自分がどれぐらいの用途で使うかとかで全部分かれていきます。僕もそんなに電気のことは詳しくないし、まあまともな知識はないです。ただ体感的なところで言ったら、今のところバランスがいいのはソニーの VTC4 か 5A って言ってね、5じゃなくて最後に A がついてるやつ、あれが結構いいよっていうのは聞いたことがあるのと、あとサムスンの 25R もたまに使ってます。で、容量が大きくなれば大きくなるほど引っ張り出せるドレーンの、その例えば60アンプとかね、最大60アンプとか書いてあるようなやつっていうのをどんどんちっちゃくなるって聞いたことがあるんで、なるべくまあ容量が少なくてもね、連続放電のアンペアがでかいやつを選んでもらった方がいいかなと思います。まあ実際この辺ね、情報としてはすごいあやふやなところも多いんで、僕もあんまりその誰かの情報をこう絶対的に信じてるとかじゃないんですけど、ただメカでもテクニカルでも使う時に気をつけないいかんの、表記されているスペック上の数字っていうのと、じゃあ実際に使ってみた時のその温度の上がり方、モッドやったりとか電池本体がどれぐらい熱を持つかっていうところに注目をしておいた方がいいというか、注意をしておいた方がいいかなと。でまあね、メカ使いたいです、でもバッテリーの爆発怖いですっていう人ね、その辺の情報多分もう今ネットにわんさか溢れてるから、で最悪海外で実験してる人らとか見るとわかるけど、バッテリーが吹っ飛んだらどうなるかっていうのは、その辺のね動画はちょっと英語で検索したら出るんで、まあ見てみてください。まあそれ見といたら多分そんな無茶な使い方しないと思うんで、はい。
ちょっとね、話はずれましたけど、今回は、V ゴットのエリートモッドとアポカリプス RDTA のレビューでした。今回商品提供いただいたヘブンゲストのホームページ、下に貼っとくんで、またよかったら見てみてください。はい、ここからメルマガ、そして LINE アットフォロー。でね、前の他のいろんな RDTA とかこの辺から見れるようになってます。そしてチャンネル登録忘れずに。それでは今後ともジャパンベープ TV よろしくお願いします。